えー、お疲れ様です、えー。私の三人麻雀のどこが面白いのかよくわかりませんけども、なんかまの抜けた解説が何ともツボにはまるそうですね、えー。今日も朝からやってみましょうか。三人麻雀で自由対戦ランダム対局開始ということでございます。まずはなんちゃからスタートね。まあ、私ね、なんちゃから始まるのもそんなに、ね、嫌いではないんですよね。ハイパイ悪いっすね。<laughs> 悪いっすね。ちょっとまあ、どこまでいけるかわかりませんけども、のんびり進めていきましょうか。 大体いいこういう風にね適当にばらけた牌でもまとまっていくのが3人麻雀でございます、えー、自牌の出が割と遅いのかなって印象ありますね、はい、でメンツが1個もできないですねここまで、うん、この辺りがちょっと諦めていくような感じになります、はい、あっ三郎層で固めてるんでここがまずは<え>あれン初のンやめてよへえ小層ね どんな手なんでしょうねなんか見てみたい気もしないでもないですけどね。なんかテンパイに近くなりましたね。あら、スワンコをやめてよ。おスーチーピンですか。うん。まあまあの手ですね。じゃあ、親番引き込みまして。これはピンズの一色手に見えますし、ダブトンが泣けると、なかなか美味しい展開ですね。 あ,あ、これなかなかいいじゃないですか。これね、9ピンを切って数層わざと引き伸ばしてみましょうか。こうすると一色手に見えないでしょで、ローピン引こうものなら、もうハッピーハッピーですけども。あらいやこれはポンですね。あ、あれなんでなんでやねん、今のポンでしょこれショックですね。もう一回トン切ってくんないもうやめてもうやめてよ もうトんだけでサブローピンで簡単に上がれたようなはずだったんですけども、なぜか泣けませんでした。多分、キー操作は誤ったんでしょうね。お、イ、e、ーシャーテンで来てる。スーチーが入ろうもんなら、すぐにリーチできるんですけども、あ、これでもいいですね。もうちょっとでも取り戻して、弾みをつけたいですね、ちょっとね。あ、上がれた。偶然上がりました。偶然数値層になったところに、偶然数層を偶然一発で引きました。麻雀は偶然の産物でございます。 はい、えー、じゃあ難波に入ってねダブナンでそのダブナンがといつったということでちょっと美味しいかなっていうところがありますねあすぐ泣けましたねでねこの一枚切れの地入って山に眠ってる可能性があるんでちょっともっといた方がいいと思うんですよちょっとの間ねはいこうなりますねえー、まあ一食店に行ってもいいんですけどもそうなると手が遅くなるんで 留めてておいて、まあ、ここまでいったらちょっと一色手に走ってもいいかなと思いますね小層はないんですけどもチューンが泣ける展開ならばってとこでしょうかあちょっと間に合わなかったですねあ2人リーチかつらいですねはい一発相もということで親かぶりは避けることができました2000点の損失でまあほぼ横1000かなってとこですね はいじゃあここからまた組み直していきたいわけですけども1枚切れというよりも1枚見えの白を切りますえっ、ー、とリャンゾーでいいかなこれでリャンパーピン引くとすんなりといくって感じですけども発を引いてもねなかなか面白い展開ですねこれね本当は急走切っていきたいんですけども嘘をついてチーソーを切りましょう本当はっていうのがいいですよねえー、リーチですね急走は狙えるんじゃないですかはい いただきます。これは、勝ったでしょう。はい、そうですよね。急走で上がりますよね。はい。これで、出サ祭ということで、いい立ち位置に入りました。はい、今回は、トンがドラなんですけども、トンの影も形もありません。あ 国士無双が一人いて、想像を重点的に集めようとしている人がいますね。これは早く国主を諦めさせるために役割を切っていきます。こんな感じですね。でも、ついでにトーンも切りましょうか。で、チートイみたいになってきました。はい。リーチはさすがにないでしょう。えっ、ー、と、E ピンはないですね。とりあえず3ピンで借りてん。9ピンの借りてん。えっ、ー、と、振りテンリーチはさすがにね。 9ピンは狙いでもないでもないのかな<も>ああ、残念でした。うーん。まあまあまあいいでしょう。このまま終わっていただければトップのまま終わります。試合時間たった5分ということですね。はい。これは泣いて、チーソーを引くことを期待しましょう。チーソー引かなかったですね。まあでもチーソー待ちになりました。 はい、じゃあチーソーが出た瞬間ゲームセットということでお願いしますえっ、ー、と引かないですねああ残念でしたどうでしょうかこのつも上がりマンガンかなんとか優勝は確保することができましたはいじゃあ以上です面白かったですか